ヤンキース田中進む大投手26歳の妻でタレントの里田舞31歳が6日、待望の第一子を妊娠し、5ヶ月に入ったと自身のブログで発表した、2012年3月の結婚から3年半。関係者によると、今年の年末か来年の年始に出産予定という、田中もニューヨークで取材対応し、笑顔で妻へのサポートを誓った、 里殿は午前9時、ブログを更新し、夫の田中との連名で妊娠を発表した。この度、私たち夫婦は、新たな命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で安定期に入りましたので、皆様にご報告させていただきます。日々成長していく愛惜しい命を大切に、心身もに出産の準備をしていきたいと思っております。 どうか温かく見守っていただけたら、嬉しいです。田中進大、里玉え二人にとって、結婚4年目、待望の第一子妊娠だ、結婚以来、芸能活動をセーブし、夫を献身的に支えてきた里殿は、母親になる喜びに満ち溢れているという、親しい関係者によると、 結婚した当初から出産願望はあったが、田中の仕事への影響を考え、それを公言することは控えていた、事務所幹部に報告したのは2日前の今月4日だった、安定期に入り、様々な整理がつくまでは、夫と身内だけにしか明かしていなかったようだ。ニューヨーク、ヤンキースタジアムでの観戦も、今年6月以降はペースダウン。 先月21日、田中の当番日に訪れた際には、体調面での不安はなくなったとみられる。取材によると、出産は早ければ、年内で、年始になる可能性もある。オフシーズンのため、田中と帰国した上で、実家がある札幌市での出産も検討しているという、出産